皆さんこんにちは、ドラム講師の森谷亮太です。本日は質問いただきました。ドラムを始めて1年くらいの初心者です。普段練習するときは好きな曲の動画を見ながら叩いたりするのですが、やっぱり森谷さんの動画みたいに基礎から練習しないとダメなんでしょうかという質問なんですけど、ドラムを始めて、それこそ1年ぐらいっていうのは基礎練習をするよりかは、曲に合わせて練習した方が楽しかったりもするし、そもそも基礎練習が、例えばパラディドル、チェンジアップ、なんかいろんな練習があるんですけど、それが一体何の役に立つのって思うことも、割と多かったりすると思うし、タカ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 、練習パッドの上でタカ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 、これ何の意味があるのみたいな、ことっていうのはあると思うんですけど、ドラムの上達に最も必要なものっていうのはやはりね、僕楽しさだと思うので、だから基礎練習やらなければいけないな、嫌だなと思うやらされ感があると上達しないんですよね、頑張って基本練習をしたとしても。なので、基礎練習をやるよりも曲の練習の方が、楽しかったりとか充実したりとかっていう気持ちがあるのなら、そっちをやった方が、上達はしやすいのかなとは思いますかね。ただ好きなように曲を叩いてる時になかなか本物みたいにならなかったりした時とか、なかなかこうスピードが上がらないなと思った時とか、フィルがうまく決まらないなと思う瞬間は必ず来ると思うんですよ。その時にこうスピードがなかなか上がらないなと思った時に、スピードを上げるような基本練習をしたりとか、フィルがなかなか決まらないなっていう時に、なんかそのフィルに必要なね、基本的な音符の練習とか、手足のコンビネーションの練習とか、今やってることに向けての基本練習ができるといいかなと思うので、ドラムの基礎ってめちゃくちゃたくさんあるので、何をやっていいか迷うこともあったりとかするんですけど、基本的にこう自分のやりたいことに沿った基本練習を選んでいけるのが一番理想的だと思うので、だからこう好きな曲をやっていきながら、そこで足りないものっていうのをちょっと自分で見つけてもらって、それをできるようにするために基本練習をするというイメージでやってみてください。結局ね、でもその基本練習、基礎をコツコツと積み重ねていくことが、結局一番の近道だったりとかするので、だから地道ではありますが、ぜひ頑張ってほしいなと思います。それでもどんな基本練習をしたらいいのって迷ってしまう時もあるとは思うんですけど、その時にね、2つの基礎っていうのを基盤にしといてもらったらいいのかなと思いますかね。で、まず一つはリズム感を良くするということですかね。例えばこう基本の音符を練習したりとか、例えばこうテンポを安定させるような練習ができたりとか、まずこうリズム感を良くするためにはどんな基本練習がいいかなということで、選んでいくということと、あと一つはアクセントを鍛えるということですかね。ダイナミクスっていう言葉があるんですけど、こうリズムに抑揚をつけて、ノリを出せるようにしたりとか、早く叩くためのね、動作になったりとか、アップダウン奏法とかなんですよね。これも強弱強弱の動きなんですけど、これをやることによって1回の動作で、ダウンアップを繰り返して早く叩ける。みたいなこともあったりとかするし、例えばタカタカ、タカ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 をやってても、こう。みたいな、この、同じタカタカでもこのアクセントを変えて違うフレーズにできたりとかっていうのは、ドラマーにとっては大変重要な基礎だったりとかすると思うので、できて終了ではなく、どん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 磨いていくようなものなんですけど、この2つはテーマとして、持っておいてもいいのかなとは思いますかね。そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。